はい、今まで、ダイアトニックコードの役割、そしてドミナントモーション、そして義手指リセプティブケーデンスの話をしました。で、サブドミナント覚えてますか？キー C だったら F ですね。そしてもう一つの F の代理が D マイナー、そうです。で、このその代理をうまく使うということで、できるコード進行ですね。もともと例えば4から5っていうのはよく普通にある進行ですね。先ほどもやりましたけども、バスに乗ってから職場行って家に帰る。もう、4、5ってくると1まで行くとフルケーデンスと言いまして、4、5まで行くとさらに1に帰りたい感じが出るんですね。で、それはそれでね、ちょっとフルケーデンスとで、役に立つことなんですが、この2、それを4の代わりに2にする、2マイナーにするとどんなことが起こるかと言いましたら、ですね、ちょっとサウンドをまず聞いてください。まず4から5、4、5、1に対して2マイナー5、1、どうでしょうかね。ちょっとピアノだけだとあんまりサウンドのカラーはわからないかもしれないんですが、2マイナーにした方がちょっと柔らかい感じが、すると思うんですね。で、この2マイナーから5のコード、これをですね、まあそのまんまです。2-5と、2から5に行ったので2-5という進行で覚えてください。でこれは、2マイナー、D マイナーから D マイナー、E、F、G というふうに4度上がりましたね。で、この、こういうこと、4度進行とも言うんですが、とてもですね、滑らかな進行なんですよ、この4度っていうことは。なので、2-5のこの、F から G に行ったよりも、D マイナーにした方が、すごく滑らかにつながるという。ふうに覚えるといいです。ちなみにですね、We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas、 あれは、キー C で考えると全部4度進行ですね。タ、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ちょっと待ってくださいね。1から4で4度進行、次タン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 タカタカタン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 タカタカタンタンタン、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、こうかな、ちょっと待ってくださいね。タタ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 タここまでが4度流れ、そしてこれも4度、まあ、これは2-5ですね。でまた4度の流れで、さらにまたこれも2-5、そして1の流れ、すごくスムーズにいってるはず。 We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year。 これが、今言ったのはちょっと4度進行で、2-5、4度進行が気持ちいいよって話をして、ただの4、5にするんじゃなくて、それを2-5にすると4度進行ができるので、より滑らかに気持ちよくなるっていうことを、ここでは覚えてください。それでは失礼します。